里崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、シリーズものですね、今日は。はい、もうこれ第3弾じゃないですか。そうですね、はい、あの里崎智也が受けてみてすごかった投手シリーズ。おー、変化球編。あれ、何編やりましたっけ。コントロールとストレートですよね。コントロールとストレートか、はい、はい、変化球編ですね。はい、え、じゃあ変化球もでもコントロールが良くないといけないんじゃないですか。まあでも真ん中に投げても曲がりがすごいとか。ああ、曲がりがすごい、だから要はまあ気をつけとかなきゃっていうね、はい、とか、おおって思う、はい、受けてみてね、はい、じゃあ日本代表編からいこうかな、まず。お、はい、まず一番はね、はい、岩瀬さんですね。岩瀬さん、はあ、中日の、はい、もうレジェンドじゃないですか。だって1000試合登板でしょ、はい、やばいっすよね。ピッチャーで1000試合ってすごいですね。すごいですもん、だって、うん、超えられないでしょ、もう二度と。だって野手でも難しいのに1000試合出んの。まあそうですね、あのピッチャーで1000試合って尋常じゃないでしょ。いやでもすごいですね、1999年からずっと60試合ぐらいずっと投げてるわけですよね。そうそうそう、それで大きな怪我もなくっていうのは本当すごいですよ。もうスーパーレジェンドでしょ。だから19年で1000試合以上投げてるっていう、うん、だ岩瀬さん の、はい、あのオリンピックの時受けましたけど、はい、あのスライダー、うん、あと、マッカットっていってまっすぐ来てカットするんですよ、はい、これもう最初からこうやってやっとかないとパスボールすんでと思ったもんね。え、どういうこと、まっすぐ来てカットするの。まっすぐでカット気味に来るんですよ、はい、まっすぐ来て曲がるんですよ。あ、それまっすぐのサインで曲がるん で、でそれがどれだけの曲がり幅か分かんないんで、はい、あのいやバッテリー組んでたら癖分かるから受けれますけど、はい、うん、あの代表にちょろっと行ってあの球、はい、そんな簡単に取らない。そうそう、手元でグイッてちょっとの時もあるし、はい、グイッて曲がる時もあるから、なんやこれと思って、はい、よう種重さん、はい、これを簡単にいつも取れてんなと思った。やっぱ取るのにも技術とかってやっぱいるんですよ。あと慣れですね、その癖が分かんないといけないから、うん、こういう感じで来るってパターンが分かってたら、はい、だから同じチームではそれは少ないんですよ、はい、ずっと受けてるんで。確かに慣れてるから、あれはすごかったですね。もうだから最初から嘘だとこうやって構えてるんですけど、はい、最初はこうやって構えてたもんね。危ないから、ここっち来ちゃう、こっちに、こっちではすぐ行けるように、はい、へーで構えて取ってた。そこって変化球がいいってことはキレがいいってことなんですか。まあまあそうですね。あとはまあ曲がりが遅いっていうね、まあ、基本的に変化球がいいピッチャーっていうのは曲がりが遅いですよね。あ、曲がるタイミングが遅いタイミングで曲がってくる。そうそうそう、だ要は前に行く推進力が多くないと曲がりが速くなるんですよ、はい、だ要は前に行く推進力もありながら曲げる力も入れることによってギリギリに来て曲がるんですよ。要は推進力なく横回転の曲がりだけだと曲がりが速いからバッターに速く分かるんですよ。あ、分かって、ね、でそうすると対応されるんで、うん、途中までストレートと見ててそこから曲がって落ちたりするのがバッターが一番打ちにくいんで、はい、なるほど。だそれを受けた時に思いましたもん、それは打てんちこれは打てん、受けるのもきついんやから、はい、それはすごいちって外すらもけー曲がってくるんで、バッターからしたら1回視界からボールに消えて入ってくるんで、はい、手出せないです。あ、そうなんですか。でツーシームもキシャーン来るんで、はい、これですよ、空打たれへんなって思ったら受けるこれはやばいって受け自分でサイン出してても取りづらい。そうそう、受けるのもやっぱ初見とか短時間だと受けるのも必死、はい、全部に緊張感ある、ミスった困るっていう、はい、うん、で動きながら来るんで、はい、だからまあ表現はですけど汚いボールなんですよ、動きながら来るってことは、はい、それをきっちり取らなきゃいけないんで、はい、これはすごいなと思ってますね。じゃあ1人目は岩瀬さんですね、はい、次はですね、はい、WBC の時の石井宏俊ですね。へえ、石井宏俊途中でね、はい、ちょっと怪我して抜けちゃったんですけど、はい、第1ラウンドの日本ラウンドしかいなかったんで、はい、抜けちゃったんですけど、はい、あのスライダーはえげつなかったですね。シャイーグルどうやって落ちる、まあ、もう落差ありながら、だからあの僕もともと左のこっちのブロッキングがそんなに得意じゃなくて、はい、まあ、苦手やっていうのもあったんですけど、うん、それ もうこれぐらい構えてたもんで、はい、こっちギー曲がってくるからすぐブロッキングいけるようにっていう、はい、そのパスボールしないように、うん、あれはんでなんかこうなんちゅうのかな、汚く全力で投げてくるからホームが、はい、見たいどういうホームなんだろうだから、まっすぐも150キロ以上で出るから、はい、ストレートも力あるし、うん、変化球もぶり曲がってくるから、はい、あれは取るのにあのこれは難しいなと思ったんですね。これもそんな初見とかじゃ無理やなと思って、だからめちゃくちゃ準備したんですね、パスボールしないように。それどのぐらいそのお互い代表の時ってコミュニケーションする時間ってあるんですか、ブルペンだけ。そんなないですよ、もうそんと
選手によったらもう2、30球ですよ。でしかもその中で変化球なんてそんな別に数球しか投げないかも分かんないから、まあそうですね、全部の球種をちょっと試すとしても、そう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 、数球ずつですよね、全部30球同じ球種投げるわけじゃないんで、はい、もうそれはその場で何とかして、うん、もう能力勝負ですよね。そうですね、でも緊張感めっちゃ強変にその場の対応力で一流しかこうへんから、変化球の曲がりも大体もう全員言ってないんです。だから今までの動画でストレートとかね、はい、変化球出したダルビッシュもすごい、うん、上原さんもすごい、はい、あとは松坂とかマー君とか、うん、これ健信さんとか、はい、全員すごいんですけど、あえて今までのコントロールストレートで入ってない人をチョイスしてるんですよ。まあ、変化球の質がすごく高い。そうそうそう、はい、だってもうそれで松坂ってきたらもうダルビッシュって当たり前じゃないですか。 それもすごいですけど、はい、そしたらもうコントロールも速球もあの変化球も全部ダルビッシュみたいな、ね、全部同じ、全部松坂みたいに、はい、全部上原さんみたいになっちゃうんで、はい、そうなると面白くないんで、うん、あのこのルールとしては僕の勝手ないつものね、はい、あの一つのカテゴリーに一人っていう、そうですね他ももちろん入ってるんですけど、はい、その入ってない人で紹介したいんですよ、はい、すごかった人はね、うん、でそれはあの紹介していこうっていうところで、はい、今まで入ってきたとはもう無条件で入ってくるっていうね。そうですね、だマー君とかダルビッシュ投手ももう変化球もすごいですね。そう、変化球もすごいですけど、うん、まあそこ言っちゃうともうね、あのこの動画が成立しなくなるっていう、ね、はい、あの3部作で、ね、やってるのに 1個でいいやねみたいなそうですね全部まとめてになっちゃいますからね。でそうだったらもうその人の紹介みたいな感じになっちゃうんで、はい、もうここはあえて選ばなかった人を選ぶっていうね、はい、でじゃああの3つ目、はい、3人目、まあ、ここはロッテから行きたいですね。お、そうですね、はい、渡辺俊ちゃんですね。おお、仲良しの、はい、俊ちゃんので、はい、カーブはね、はい、全然来ないです。止まってます。どういうこと、来ないってどういうことですか。だってもう100キロ以下だから、はい、でもうあのチェンジアップ並みのフッて浮いて止まったぐらいでシューってくるから、もうバッター待ちきれなくちゃ。ああ、タイミングが合わせられない。そう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 、俊介のあのカーブは本当遅いですよ。なかなか来ないです。あのムカつくぐらい来ないです、はい、あの素手で取れるんちゃうかっていう思うぐらい来ないって思うこともあるんですね。ああ、なかなか来ないです。でもなかなか来ない方がいい球なんですよ。早めに来てるやつっていうのは若干ダメなんですよ、はい、だから来ないことが、だから来るのが遅ければ遅いほど調子いいです。ああ、そうなんですね。ああ、いい形でシュッてなってるんで、だからタイミングがバッターは早くなっちゃうってことですね。そうそうそう、でそれを気にするだすと今度ストレート系が詰まるっていうで、どっちつかずになるっていうので、はい、でもあのこれね、一つマイナス目になって、はい、通りの時にカーブが来ると、はい、ほぼさせないんですよ。なるほど。来ないもん。来ないから、もう遅れちゃう。早く早く、走ってる走ってるみたいな。でも声取りに行ったらダメだから、はい。だからね、カーブで刺された人はね、はい、やばい。そうですね。高須さん刺したけどね、楽天で言うとカーブで。へー。もうギャンブルで、はい、もうパーンって取ってから早く投げて、はい、もうあの冒頭格好でマックス投げたと思って。カーブはだから盗塁のリスクが止まる、遅すぎて。いやでも遅いって言っても何キロぐらいですか。だから90とか80とか。俊ちゃんのあのカーブはすごいね。だから牧田とか多分与座とかね、今の西武の、はい、もう多分投げれるんちゃうかと思うんですけど、多分球速の遅さは俊ちゃんピカイチだったり、あのカーブもね、あれは受けてても浮いて、はい、浮いてる感じだもん、ポンって球が、うん、へー。あとまああのロッテで言うと、はい、こう番外編で言うと、はい、小宮山さんのシェイクっていう、はいはい、あのシェイクってどういう感じなんですか。まあ、ナックルみたいな感じで、はい、の小宮さんが発明して、はい、投げるって言って、はい、でもフォームも変わっちゃうんですよね、はい、それ投げるための、はい、だからあの投げる前にバレちゃうんですけど、はい、でもナックルみたいにちょっと揺れながら来る、はい、あ、だからシェイクって言うんですね。そう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 、うん、であのロッテリアのシェイクがあるからそれにもかけてみたいな、はい自分で本当に命名してシェイクボールなんですね。で、まあ、小見さんその時は配線処理とか中継ぎロングが多かったから、はい、試合があの崩れてる時に出てくることも多かったから、はい、そういうのでお客さんを楽しませたいっていう思いもあるんですよ。そういうのを投げてね、うん、でこれはキャッチャーとして僕も組んでるからっていうのもあって、その蓋湧くんですよ、はい、もう5、6点差で負けてても、はい、それを投げたらやっぱ球場が湧くんで、へ、まあ、エンターテインメントとしてはもう成功じゃないですか、はい。そうですね、でその中で勝負していくっていうので、うん、だからあれはそのすごいなっていうね、そういうのも考えながら、で、まあ、それは真剣勝負だから抑えに行くっていうところで、はい、で1回それ勝ってたんですよね、はい、で勝ってて日本ハム戦で勝ってて、はい、ツーアウトになって、うん、バッターが飯山裕二っていう、はい、あのもう守備職人、うん、守備は本当にうまい、はい、守備職人で出てきて、はい、来てて、で勝ってたから、はい、でツーアウトやし、はい、もう打たれるわけないと思って、はい、あのシェイクのサインを出したらね、はい、2球連チャって、はい、そしたらあんまり揺れなくて、はい、あの左中間抜けてツーベースになっちゃったの、はい、ベンチ見たらボビーめっちゃ怒ってんのなんでそこでシェイクなんだそう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 、だって1割台とかだから、はい、で、うん、これは、はい、
全開でも抑えに行かなきゃいけないって言って、はい、そっからもう超真剣にリードしてで次のバッター抑えてよかったと思ってよかったですねそこで負けなくてで、うん、まあでもまだ 2,3 点差ついてたから、うん、まあそれ取られても1点なんだけど、はい、めっちゃ怒っててベンチ見たら、はい、真っ赤な顔して、はい、これはやばいと思って、まあ、気が抜くなというか遊びすぎたと思って、はい、すごいこの真剣勝負の中にちょっと遊び心があるわけですね。いやそういうのがあった方がリードとかもそうよ、はい、なんか遊び心を入れて、うん、外外外ここで一発いったらどうなんやろうなって言って、はい、行ってみようと思って行って、まあ、打たれる時もあるし、抑える時もあるけど、はい、そういうリードとかも遊び心持ってやるから、はい、新しい発見があるから、キスキスばっかりでやると、やっぱ新しい発見ないのね、はい、これまあ、多分仕事でも遊びでもそうだけど、なんか遊び心やってやると新しい発見あるじゃん。あ、こういうのもありなんだとか、そうそうそう、ね、でもそういうのはなんか余裕持って遊び心持ってやらないと、はい、生まれないから、はい、そういうのは真剣勝負の中で、もう俺は常に、ね、入れれるとこはチョイスして入れていってたんだけど、あのちょっとチョイスミス。ここ遊ぶところじゃなかったみたいな。あれは本当に、はい、焦ったっすね。そんなことが。あとはただのね、日本はただのスローボールですね。シューみたいな。そんなスローなんですか。ああもうでスローボールって言って山並みだもん。これあるよ。こういう感じ。ああもう、はい、で福浦さんはそれでヒット打ったんだけど、はい、俺も来たのね、スローボールが、はい、一回来たと思って、はい、打ったらショートボールだった。確かにそんだけ遅いんだったらなんか合わせられそうだね、気がします。あの打ってやる時間があるから打ってやろうと思うんだよね、やっぱり、はい、見える見えるんですね。ゆっくり見ゆっくり見て、はい、ゆっくり見てフルスイングしてゆっくりショートボール飛んでいく。難しいな。まあそんな感じですかね。はい、じゃああれ3人選んでだからまあ、岩瀬さんと石井博俊と、はい、でまあ俊ちゃんですよね、はい、でまあ面白かったのは小見さんと多田野っていうね、はいはい、ところはあると思いますけど、うんまあ、こんな感じですかね、はい、だからまあ今だったらね、まあ、いろんなピッチャーのねすごい球もあるんですけど、そういうのを見てね見ると、はい、聞いてから見るとまた面白いじゃないですか。そうですね、まあ残念ながら僕の言った人は全員引退してますけど。確かになんか現役でこの人すごいなみたいにないんですか。いやでも受けたことないからね。あ、まあ、確かにそうですね、うん、受けて見てってなるとやっぱそうなってくるから、はい、じゃあ見とこうかな今年ね、今シーズンこの変化球すごいんじゃないですかってコメント欄書いてくれると、はい、その解説しますから。お、いいですね。皆さん、はい、ぜひコメントください、はい、お願いします、はい。